はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、コラボ動画ということで、まず自己紹介お願いしてもよろしいですか。はい、はい、ハイサイ、ヨメニーです。よろしくお願いします。本日はね、ヨメニーさんとのコラボ動画ということで、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、夜更かしさんですよね。はい、はい、月曜から夜更かしで、はい、ヨメニーという名前で出てます。皆さんね、ヨメニーさんがなぜヨメニーかというのはね、YouTube の規約上説明ができないのでそこはね、各自お調べいただければと思うんですけれども、はい、なんとですね、このヨメニーさん、この千葉にですね、はい、沖縄の料理屋さん、沖縄のというか、中華料理屋さんですね、はい、経営しているということで、今回はね、お声掛けをいただき、僕がね、この食べに来たんですけれども、はい、お店の名前が琉球マーラー食堂でよろしかったですかね。はい、お店のコンセプトが、はい、沖縄の食材を、はい、中華にアレンジして、はい、皆様に食べていただこうというコンセプトで、沖縄の島唐辛子とか、はい、アグー豚とかを使って、はい、それを中華にアレンジして。いや、僕もほんとにその沖縄の食材大好きなんです。あ、そうなんですね。沖縄が好きで、このコロナ禍になる前まで本当に2ヶ月1回ぐらい沖縄行ったので、はい、嬉しい、はい、いろんなメニューをいただくような形で大丈夫ですか。はい、お店のおすすめをたくさん食べてください。ありがとうございます。じゃあちょっと、これからね、おすすめのメニューをいろいろと作っていただく予定となっておりますので、後ほどね、食べるシーン撮りたいと思います。今回ね、もちろんコラボ動画なので、ヨメニーさんの方のチャンネルの方でも、動画が上がる予定ですので、ぜひね、概要欄に記載のヨメニーさんのチャンネルの方で、そちらの動画の方もご覧ください。ということで、ただいまね、料理到着しております。まずね、いただくのが、ランチメニュー、平日のね、ランチ限定で出している麻婆飯、こちらをね、3種類いただきました。こちらが、四川麻婆飯で、赤麻婆飯に黒麻婆飯と、これね、3種類いただいたので、辛さとかね、香り比べていきたいと思います。それではいただきます。ちょっとね、今回特別にいろいろ頼んだんですけど、普段ね、汁物全部つくんですよ。ただ3つだと多すぎるということで、1つだけいただいております。まずこちらかな。これ通常デフォルトの四川麻婆飯でございますね。めちゃめちゃうまいですね。こちらのお店、ヨメニーさんとね、一緒にお店やられてる方がいらっしゃるんですけど、その方が本格的なね、中華料理屋さんを経営されてたりとか、もうね、修行されたりとかして、もうマジのね、中華料理なんですよ。こうジャンとかも、もうお店で炒めてって感じなんですもんね。いや、すげえわ。で、これが480円、どうなってるんですかいや、本当にとてもじゃないですけど、多分こういう普通の中華料理で食べたら800以上間違いなくしますよね。それが480円ということで、これね、本当に平日限定だけなんで、ぜひ、ね、皆さん食べに来てみてください。うげうめ、これ見えるかな、いいよ、こんな感じね。ほい、うまそうじゃないこれ。これ今日の撮影終わる頃には僕汗びちょびちょっすね、きっとこれちなみにヨメニーさん、はい、普段ランチ営業してると、はい、どの麻婆飯が一番出るとかあるんですか。普段は、そうですね、四川麻婆、やっぱこれが一番デフォルトが出るんですね。でもこれでも結構辛いですけどね。エアコン今ガンガンついてるんですけど、今汗がもうすでにかいてきましたねやっぱ本格的な中華って甘みがあるから、自分が感じてる以上にこう発汗作用があるというか。これ480円ですよね。お客さんの僕が言うのもなんなんですけど、値上げした方がいいんですよ絶対うん、うまっ。とりあえずね、一皿目は完食でございますね。いや、ペロリですね、これは。一瞬ですもん本当にめちゃめちゃうまいな。じゃあ続きまして2品目でございますね。こちらが赤麻婆飯ということで、ちょっとカメラ越しで伝わるのか分かんないんですけど、このラーのね、赤さはもう断然こっちの方が上ですね
普通のね四川の方はどっちかっていうとあのジャンっぽいような味噌にもね醤油味噌みたいな感じのいい香りがするんですけど、もうこっちは確実にラーですね。もう匂いがちょっといただきますね。これもいただきます。こっちの方が好きかもしれないですね。これうまいですね。さっきの方は、まあ、ジャンの方が強いのでこうもったりとした辛みなんですけど、やっぱねラー油系このラーが強いとこう抜けますね、辛みがスコーンと。やっぱ汗止まんなくなってきた、うん、あこれうまでも嫌な辛みじゃないので、そんなにこう辛みが得意じゃなくても食べれるような感覚はやっぱり残らないので、抜ける感じの辛みですね、うん、汗だくだ。やっべちょっとタオルがすごい、やっぱ四川はすごい、うん、じゃあちょっとこれもう最後ですね、うん、よっ、うん、ということでこれ2皿目の赤麻婆飯も完食でございます。じゃあちょっとね3品目でございます。これ見えるかな皆さん、黒麻婆飯ということで、まあね見るからにこのホワジャオかな山椒かな上にねもうがっつりかかっております。このメニューだけね別皿で提供されるんですけど、山椒でございますね。こちらのメニューは自分で吸って一番香りのいい状態でこれをねかけられるらしいのでかけていこうと思うんですけど、あのですね僕実はあの辛いのは好きなんですけど、しびれがね結構耐性なくてですねちょっとこの黒麻婆飯若干ね心配じゃあちょっと黒いただきます。きますねだいぶ。あーおすごいわ、やっぱねあのしびれめちゃめちゃきますね。でもああ来るなあのもう粉末状だけじゃなくて今すりたてのものも入れてるので、なんだろう新鮮な山椒とかホワジャオってオレンジっぽい柑橘系っぽい爽やかな香りするじゃないですか。それもねしっかり感じられるので、このしびれとか辛みだけじゃなくていろんなね風味が合わさって、喋りたくなってきたな調子乗りました僕が完全に、うん、でもしびれ系が大好きな人にはたまんないと思います。ベロの付け根が取れそう、うん、でもやっぱりベースがしっかりしているからか、こんだけねホワジャオとか山椒が乗っかってても苦味とかは一切ないです。やっぱちょっとね多すぎるとその嫌な部分の香りがね出やすいんですけど、いやこれすごいなと思いますね。なんか来たなこれなんか来ましたね。地獄マーボ、地獄上、地獄上、えあのすいません皆さん、これで正直打ち合わせで聞いておりました、これが来ること。ただ想像の3倍ぐらい色が濃いんですよねすごい、ちょっと皆さんこれ4品目ですね。はい、カメラ越しの真っ黒すぎて分かんないですけど、地獄麻婆豆腐ということで、すごいなこれ。でもめちゃめちゃ辛いですよねこれ、おそらく。もうちょっとひとまずねあの熱々のうちに一口食べてもいいですか。ちょっと熱々のうちにねこちらも一口いただきます。正直言っていいですか、あのもう辛いなのか何なのか分かんないですもう口がバグってきてますね。あでも辛いんだな、これ辛いんだな、これ辛いんだな、辛いな。でもしっかり旨味ありますね、油分っていうんですかね、ラー油分のが多いので、もうちょっとねその麻婆の旨味バカになってるのかなっていう思ってたんですよね。ちょっともう舌もバカなんで、ちゃんとあの麻婆の旨味は今の状態ですらも感じ取れるぐらいなので、やっぱ普通に1品目食ったらもっとうまいと思います。
ただもう僕はよくわかりません正直あのねオーバーリアクションとかじゃなくてマジで辛いからねこれこの後もねいろいろいただく予定なんですけど一旦目から山場みたいになってますね今ということでね今ただいまこの麻婆系ね4種類いただいてきました。すいません、はい、デザートを一品くださいすみません、ありがとうございます。ありがとうございます。あーマンゴープリンでございますね。マンゴーね、これちょっとねマンゴープリンいただきますね。これうまいうまい。思ってたマンゴープリンじゃなくてガチのマンゴープリンじゃないですかめっちゃうまいやつじゃないですかこれ。このなんて言うんだろう、ムースみたいなね、ちょっとこうザラッとした口当たりの残るいい溶け具合する本当うまいマンゴープリンですね。でまた果肉が入ってるんですよこれ。うめえ。でも今だいぶ甘いもので口の中が戻りました。次お願いしてもよろしいですか。はい、ということでね、ただいま2巡目の料理到着しております。まあいろいろねあるんだけど食べながら紹介していきましょう。改めてねいただきます。こちら麺類ですね。こちら濃厚しびれ担々麺でございます。でも見るからに濃厚なごま感がすごいですねちょっとこれですね、いただきますね。うーわ、うーんま日本の担々麺じゃないですね。変に甘みもないし、しっかりとごま感。これね、スープというかもうタレぐらいもう濃厚っすよこれ。こんな感じで、でこれ麺ですね、麺。いいよ。こんな感じでもうね、混ぜそばみたいな状態。いただきます。ちょっと他に言葉が出ないですけどうまい、ちょっと一通りね麺は食べ終わったのでこのねおかずたちもつまんでいこうと思います。まあもうねこれはまずねみんな大好きですよね。これエビマヨなんですけど、これ2品目こちらねエビマヨでございますね。マジでエビが超でかい。お酒飲みたい。うまい。こんなにねこの甘みもあってこれマジでうまい。じゃあ続いてこれ僕の大好物なんですけど、これ手びちね使った、唐揚げでございます。こちらもう手びちの焼きとか唐揚げ僕大好きで、見つけた瞬間速攻頼みましたいただきます。これねぜひ皆さんの手びち脂っこいとか、まあ、ブルブルしてね苦手って方にこそこのね焼きとか揚げで手びちを食べてみてもらいたいですね。本当にね全く食感とか感じ方変わりますのでおすすめです。でも本当にね沖縄の人はもう豚って食べれないところがないっていうぐらいね、もういろんな部位食べるんで、食わず嫌いしてる方もいらっしゃると思うんですけども、絶対ねこれは食べてほしい。でもこうなってくると今日いただくそのおすすめのメニュー以外にもどれも食べてみたくなりますね今の手びちみたいに沖縄っぽいのもあるんですけど、まあ、基本的にはねこの中華料理でどれもねこの価格帯で出しちゃいけないレベルの本格的さ。さっきの麻婆だってあんだけ作ってるのだったら普通お店だったら1500円とか2000円とかで出すレベルの麻婆豆腐なのに、もう四川麻婆飯なんかワンコインだからね。ワンコインワンコイン以内、やばくない？ちょっとそしたら最後にですね、これ相当汁残っててもったいないので、このライスをドボンしようかと絶対うまいじゃんこれ。最高ですねこれこんな感じでよいしょ、残ったね汁とご飯、締めご飯でございますね。いただきます。
絶対にするべきですね。これは、まあ、正直ね、あの日本の方だとやっぱり日本の担々麺って結構甘みがあったりとか、実際のまあごま感とか別の香りが強いものが多くて、そっちに慣れてる人はもしかしたらこの担々苦手って方もいらっしゃるかもしれないんですけど、本格的な香りが好きな方は絶対この担々麺食べた方がいいと思う。でエビのね香ばしさがある分、こんだけね濃度が高くても飽きは来ないというか、最後までね美味しくいただけますね。はい、ということでね、ただいま2巡目の料理すべて完食いたしました。ごちそうさまでした。はい、ということで、ね、こちらラストになるんですけれども、しゃぶしゃぶということ でこれ結構ねメインというか売りのメニューらしいんですけど、火鍋しゃぶしゃぶに沖縄豚しゃぶということでね、これちょっと見ていただきたいんですよ。これ具材すごいのよ。これ真ん中にあぐー豚のお肉で、もずくに海ぶどうと、でももずくもやっぱ沖縄のもずくってものすごい太くて、かつねこの海ぶどうですよ、この粒の大きさね。海ぶどうってこれすぐダメになるんですよ。かつ冷蔵もできないの。冷蔵庫に入れると余計にね粒がちっちゃくなりやすくて、本当にね新鮮なものしかこの大きさ食べれないんですけど、こちらのお店ねもう前日にね取ったものをそのまま送っていただいて翌日に届くという、本当に1日以内に食べれるという、ね、新鮮な海ぶどうがいただけるらしいので、これで早速食べていきましょう。それではいただきます。こちらに入れさせていただきます。一人なんでちょっと直箸で行かせていただきます。よいしょ。うーわーめちゃめちゃうまそう。これさえあればずっと飲めますもんね、海ぶどうで。うーうまい。じゃあこちらね、あぐー豚ですね。いいよ。でちょっとね、あぐー豚の方、肉が分厚いので時間かかるかな。なのでそのうちに、ね、この火鍋の方、こちらはねちょっと薄切りのお肉なんで先に行かせていただきます。うまそう、めちゃめちゃうまそう。うまい。お肉の食感がしっかりしてやっぱうまいですね、熱いと。この火鍋もねまた香りがいいですね。うまい。うまっ。いやうまそうもずくとね海ぶどうと豚といただきますね。これね、ポン酢につけていただきます。うわ、うまっ。うまいこんなに温めると変わるんですか。最後にして今日の一番、僕更新しちゃったかもしれないですね。これ一番好きかもしれないです。うまい。東京の方でアグー豚とか食べるとね、ちょっと高いですけど1280円からですよね、1人前。海ぶどうも高いし沖縄もずくも高いのに1280円大丈夫なんですか結構ね都内で食べようとしたらこのね3種とも結構ね、まあ、高級料理じゃないけどかなりね割高な金額になるのに、1000円ちょっとでこれ食べれるんだったらものすごいお得だと思う。やっぱり、ね、あの食べる前は、まあ、もずくとかね海ぶどう付け合わせというかサブみたいに思ってたんですけど、実際に食べてみるとどれもねメイン、それぐらいうまいですね。付け合わせの野菜感覚で食べちゃダメでした。もう完全にメインでしたこの子たちはニンニクもいただいているので、ポン酢の方にニンニクも入れてと。あ、うん、入れた方が好き。おいしい。めちゃめちゃおいしいですね。あ、こんなに変わるんですね。合いますね、これ。うま。
ということでね、まだね食事の途中ではございますが、まあ、なかなかね今撮影時間も長くなって僕の、ね、バッテリーが持たなそうなので、この辺でね今日の動画は締めたいと思います。この後僕は何かある予定ですか？締めにステーキ、3階にバーベキュースペースがあるんですよ。はいはいはい、バーベキュースペース、僕も4キロぐらい食べてると思うんですけど、はい、大丈夫そうですか？お願いします。ありがとうございます。ということで、多分おそらく僕はまだ企画を知らないんですけど、ヨミニーさんのチャンネルの方では締めステーキを食うらしいのでぜひね皆さんそちらもご覧ください。改めてちょっとまだまだ食べるんですけれども、ごちそうさまでしたということで、本日もねご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。いや重たいな、意外にやばい。いや余裕ぶっこいてましたけど、ステーキ食えるとかまあまあ重いですね